どうも世界数少ない100億人のカラコマの皆さん、おはようございます。原田西です。はい、1月2日の朝でございます。はい、はい、昨日ね、1月1日で、まあ、年末年始イコールパチンコは、回収っていうイメージがあると思いますけど、うん、昨日明らかな還元でしたよね。でしたね。はい、非常にいい台が多かったね。うん、うん、しかもいいのが、まあ、前台開けるとかじゃなくて、そうすると絶対中途半端なあの挑戦になると思うんですけど、うん、台によってはしっかり締めるけど、台によってはしっかり開けるっていうね、うん、メリハリね、メリハリがある調整でね、うん、はい、しかもね、あのワープが明らかに開いてるんですよ。うん、しかもワープの釘とか見ない人多いんで、うん、見てもへそだけっていう感じなんで、うん、まあ僕らはワープ開けてるなっていうのが分かってるんで、うん、はい、そこだけを、むしろへそじゃなくてそこだけを見ればいいっていうね、いう感じで最高でしたね。うん、はい、最高だったよ。はい、なのでね、今日もワープ開けてくる可能性高いなと思うので、うん、はい、なのでね、あのステージ性能がいい昨日エヴァ打ったんですけど、うん、やっぱりエヴァ一番狙うのがいいかなとは思ってますね。うん、だね。はい、うん、ですね。あんなに細かくいじるとはね。うん、はい、俺が昨日打った台はジャンプ釘もいじってたよ。あ、そうですか、うん、プラス2。そう、へその右手の方だね。はいはい、若干上げてて、うん、うん、相当影響出るんだ、あれな、はい、ジャンプ釘って。はいはい、なるほど、うん、はい、昨日ね、西村さんに一人あの有名なライターさんいますよって声かけたんですけど、うん、もう二人もう結構実力系のパチンコライターさんいましたよ。へえ、はい、まあ、でも多分知らない人だと思いますけど、西村さんは。うん、知らない。聞いても分かんない。はい。だから多分ね、そこのね、界隈で、年始はそこ行った方がいいよっていう話になってるのかもしれないですね。かもね。うん。うん。はい。っていうことで、今日も頑張っていきましょう。はい。はい、じゃあ行ってきます。です。どうもー、はい、こんばんは。こんばんは。1月2日の結果報告していきます。はい、はい、今日もですね、昨日に続いて、うん、昨日に続いてっていうか、もう何日もずっとかもしれないですけど、うん、エヴァ、首都申請しました。はい、はい、ずっとエヴァだね、エヴァ尽くし、エヴァ尽くしですよ。うん、はい、まあね、まず朝一で、うん、本当は昨日打った台をね、狙ってたんですけど、はい、まあ、打たれちゃったんですよね。うん、はい、ただまあ開いた後に見たら、その台はもう正直かなり閉まってましたね。うん、うん、打てなかったね。はい、で他の台も結構ね、やっぱり案の定というか、まあワープが開いてる台が、ちらほらあったと、はいはいはい、いう感じで、その中でまあ、うん、僕らがエヴァを、うん、エヴァでワープ開いてる台を探して打ったという感じでございました、はい、でしたね。立ち回り前一緒でしたよね、うん、はい、昨日。そうですね、うん、はい、でまあね、ちょっと昨日が気持ちね、へそが昨日より足んねえかなっていう感じはしたんですけど、うん、はい、俺も思った、それは、うんうん、結果、どうでした、西村さんの台は。ちょっと離れていってましたけど、何回ぐらい待った。そうだね、僕の台は、初日打って、26.5 とかかな、うん、ずいぶん回りました。いいですね、めちゃよかった、はい、うん、多分へそはね、本当にね、誰が見てもそんな空いてるって感じなんだけど、うん、へその右横のジャンプ釘が、まあ、若干上がってるのと左に寄ってたんですよね、うん、左の釘も右に寄ってたんですよ。なるほど、うん、だからジャンプがまあ良かったんです、まず、はいはいはい、うん、で、道釘が特に削りないし、はい、で、鎧も特になって思ってたんだけど、はい、後からね、なんか随分風車の左に落っこちねえなと思ってて、うん、もう一回見たら、うん、めちゃくちゃ幅が狭くなってて、全然気づかなかったんですよね、はい、おへそプラス、じゃあ鎧プラスやんと、うん、でワープもちょっと上に上がってたから、上の釘がね、はい、うん、プラス要素がちょこ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 ってこうあったんですよね、うんうん、で結果まあこんだけ回ったっていう、そういう話だったんです。なるほどね、うん、で僕の台はね、最初全然回ってなかったんですけど、うん、やっぱりワープがいいんで結構ムラがあるんですけど、うん、後半一気に回ってきて、うん、まあ、結局 24.5 ぐらいあったかなと。いや、いいね、思います。うん、はい、まあただね、なんだろうな、まあ今日結構、まあ、連携プレーで、うん、西村さんの台の方がポテンシャルはいいなっていうのは
思ってたので、うん、例えばご飯行くときに、うん、まあ、僕の代で、休憩取って西村さんは僕の代を打つ、僕が、うんうんうんはい、西村さんご飯行って、うん、あ僕が行くときは、うん、あそうするんですよね、うん、西村さんがご飯行くときは僕がそこの代座って、うん、打つ、はいはい、あ西村さんはご飯行く、うん、っていう感じで、まあ、僕の代は休憩にするっていう、うん感じてたんですよね、はい、うん、なので、まあ、その間ね約まあ30分、あとちょっとお店のイベントに僕ちょっと遊んでたりしたので確かに遊んでたりしたので、うんまあはい、僕の代はちょっと休ませてみたいな感じで西尾さんの代はというかへばりついて打とうという感じでしたので、はい、僕の代はまあただね、まあ、通常時に右打ち貯めれるんだね、はいはいはい、まさにパチンコ業界における不労所得まあ、不労ではあるわね。不労ではある。はい。うん、はい、うん。なんか、台が、時間が勝手に稼いでくるみたいなね。うん。感じ右電柱を貯めて、うん、行くっていう感じを取ってたみたいなね。はいはい。だから多分、24.5 は、まあ、そういう時にリスクなく回してる感じがあるんで、うん。まあ、ポテンシャル的にはもうちょっと低いかなということで。うん。はい。行ってきましたね。でしたね。うん。まあ、それでも、お互い24以上あったのかな。ね、はい、相当な期待値稼いだと思うんですけどね。思います、僕も。ね。うん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 。そんな、今日の結果。今日の結果。うん、はい。マイナス1500円ぐらいですね。はい、うん。まあ、良かったと捉えるべきか。良かったんですね。まあ、うん、こればっかしは本当コントロールできない部分だよね。まあね、まあね。はい。まあ、回転数なかったらね、もっと減ってたってわけですからね、うんうん、もっとね、アタッカー周りの削りがひどかったらもうちょっと負けてたでしょうし、はいはい、うん、なんか回転数が支えてくれたみたいな負け額だなっていう印象がありますですね、うん、やっぱりね、出玉が、大当たりの出玉がかなり削られるんですよね、うん、うん、西野さん、今日1日って最高表記何個でした？1ボーナスです、はい、1300 いくつかでしたね。8ですかね、多分8か、うん、僕もまあ1308が最高でしたね、うん、うん、一番低い時で1236かな、うん、8回か、うん、1206、あ、うん、もう選ぶのかんない、ごめんなさい、うん、一番低い時で1236、はいはい、でしたね、で 3回から8回ってえ、そうそう、ん、8回って言うと1300、1308は、9個入ったってことですね、あ、9か、9、はい、うんうん、まあ、2個3個かあ、うん、うん、11、12も入ってきてあるんでね、うん、はいはいはい、うん、多分ね、調整良かったらもっと決まるんでしょうね、うん、決まるだろうね、うん、だから本当はねどうなんですかね。まあでも調整悪いなりにやってみて、動画でこういう風に調整を教えましょうって、うんうん、それがいいと思うね、うんうん、出玉削り、あ、俺今日思ったんだけどさ、はい、あの出玉削りがある時、そのアタッカー周りがこぼれちゃう時、うんうん、はあのそのいつもはさ、10発目弱く11発12発、うん、打って、まあ、2発追っかける感じで入れるじゃない、うんうんうん、でたまにね、その一番最後の12発目入ったらいいねっつって、うんうん、で調子いい時は1ボーナスで12個入っちゃったりとかするね、はいはいはい、パフォーマンス出せるからいいと、はい、話だったけど、うん、アタッカー前の削りが多い時は、はい、逆にやんない方がいいんじゃねえかなと、12発目打つのこぼれるから結構得ですね、で12回パカパカしたと、はい、12回パカパカしてもう1回とかに入れたら12発返ってくるじゃない、はい、12個ね、うん、あ、そう、12個ね、うん、返ってくるじゃない、うん、はい、うん、で、アタッカー前のこぼれがひどすぎる時に、はい、うん、12発目を打ったとしたら、はい、結構の確率がこぼれてしまって、はい、その確率が12個返ってくる以上に打ち込んでしまったらマイナスになっちゃうんですよね、はいはい、うん、だからあんまりこぼれるようだったら打たない方がいいんじゃないかなって思ったって感じです、はい、ちょっと難しい話にしましょう、うん、なんとなく、まあ、首取って言いますけど、
多分違います。マジで？はい。いや、こぼれるにせよ、うん、まあ、まず言えるのは、電柱がないんだったら、電柱の削りがないんだったら、うん、10個目は11、12、13、14、15、16、強くでいいと思います。あ、電柱のこぼれが全くないんだったらね。はい、はい。で、エヴァは特に、そこまで、こぼれがないんですよ。うん。他の機種に比べたら。うん、だから、別にこぼれること、そこまで考える必要がない。まあそうなのかな。まあそっか、まああれだよね、電柱がこぼれなかったって話だよね。そうです。まあまあ、でもこぼれるにしてもいくらでも半分以上は入るわけじゃないですか。まあな、あの一番下のポケットに行きゃいいんだから。はい、そうっていうのが一つと、あとまあ例えば10、要は10個目11個目だけでいいっていう意見ですよね。うん、はい。例えばまあそうすると10個目がアウト行きました、うん、アウト行っちゃいました、うん、11個目一つだけ来ちゃうんですよ、うん、全くひねり打ちしないでずっと打ちっぱにしても重複認証することがあるんですよ。うん、確かに。そうだから10個目アウトで11個目入りましたってなった時に12個を追いつかせたいんですよ。ひねりない、はい、今日でですね、今日で追いつく可能性もあるので。はいはいはい、はい、確かに、うん、だから、まあ本当に電柱の調整次第ですけど、まあ、基本的には10個目弱く、11個目、12個目強くはやっていくべきです。確かに。そうしよう。はい。そうしてたけど。はい、よかったです。うん、はい、うん、OK。まあ、そう思ったって話でした。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。何かすると偉そうだ。ありがとうございます。はい。すいません。そうですけど、そう、あの、疲れちゃってですね。はい、まあね、はい、あ、まあそんな感じで、はい、はい、まあなんか質問とか皆さんあったら、うん、お答えしていきますので、はい、はい、コメント欄にご質問ください。はい、はい、お願いします。こんな感じでございます。はい、はい、じゃあまた明日。はい、バイバイ。